T1 型水雷艇とは、ナチスドイツ海軍の水雷艇である。本項目においては、拡大改良型の T13 型水雷艇についても、扱う。T1 型水雷艇は、ナチス政権下における1935年度献刊計画に基づいて発注されたものである。設計においては、1930年に英米日、ビ、フッツイの5カ国間で調印されたロンドン。 海軍軍縮条約における駆逐艦の定義をすり抜けるために基準排水量を600トン以下に収めることを目標としたが最終的な基準排水量は845トンに達してしまった。後には1937年度県間計画に基づいて船体をやや大型化させた T13 型水雷艇が新たに建造されたが基本性能や並走にはほとんど差がなかった。 T1 型及び T13 型の兵装は、船体中央部に搭載された2機の3連装 533mm、魚雷発射管が主力であり、搭載されている火砲は、完備部分の 105mm 単装砲1機と、環境付近に設置された2門の 20mm 機関砲だけであったため対水上、対空火力が弱く汎用性の低さが問題となったため、 後継の T22 型水雷艇では、105mm 単走砲を4門に増強している。T1 型及び T13 型水雷艇は、第二次世界大戦勃発後、中場駆逐艦の代用として、北海やバルト海、英仏海峡などにおいて大型戦闘艦や各種戦団の護衛、通称破壊船など各種の作戦行動に幾度となく参加したが、 その結果多くの艇が失われた。ドイツ敗戦まで生き延びた艇も賠償艇としてアメリカやフランス、デンマーク、ソ連に引き渡された。T13 型水来艇は旧9すべてがシハウ造船のエルビング造船所で建造された。基準排水量600トン超過。ベルサイユ条約における駆逐艦の排水量制限は800トン以下であったが、 ドイツ再軍備宣言後の1935年6月18日に締結された英独海軍協定により、ドイツ海軍の軍備制限は大幅に緩和された。同様に、基準排水量600トン以下の船体に、駆逐艦並みの重装備を施すコンセプトで、建造された艦艇としては、大日本帝国海軍の千鳥型水雷艇や、イタリア海軍のスピカ級水雷艇。 フランス海軍のラメルポメヌ給水来艇が挙げられる。ありがとうございます。